12月21日午前10時46分モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円でございますが、131円の8595の売り、132円の20でストップ、131円の3020で考えておりましたが、とりあえず差し値はしないようにしようというふうに考えておりまして、まあ、95を超えて上に跳ねたので、少し上を売ってみたりもいたしましたが、上は313まで今タッチをしておりまして、ちょっと下で売りすぎた、まあ、インターバンクも含めたショートの損切りが少し出てるかなという気はいたしますが、といってあのドル買いに大きくここからの流れが変わるわけではないと思うので、まあ、多少のその突っ込みすぎのショートの切り等は出ますが、跳ねればもう一回売り場探していいだろう、そんな風に思います。ユーロドル 1.0595、1.0585 で買いから 1.0555 でストップ、 1.06 の6070利食い、ユーロ円は140円の3040売りで140円65のストップ、今ちょうど上が439まで上がって今37ぐらいのレベルです。139円の6050の買い戻し、ドル円が堅調なのでちょっとクロス円が自分の想定よりも少し上に上がってきております。今度はポンドですね。160円の90、161円ちょうどの売りから161円の30でストップ、高値160円の981までですか。で、160円の2010買い戻し、タイドルは 1.21 の4535の買い、 1.2110 ストップ、 1.22 の1020利食い、OG 円は88円の5060売り、88の95ストップ、87の9585での利食い、タイドルは 0.666555 での買い、0.6630ストップ、0.673545利食い、ニュージー円は83の95、84の05で売りから、84の30ストップ、83の3020利食い、タイドル 0.6310 ちょうどで買い、0.6270 でストップ、0.63 の6070利食いのイメージを作りました。ちょっと今ドル円の方も上昇が20近辺で止まって、一回下のストップロスがとりあえず一回吐ければまたもう一回132円台前半とか131円台後半も十分あるだろうなという気はいたしますが、ちょっとマーケットがやっぱりショートになってる分だけですね、しばらく揉み合いを続けてショートがある程度軽くならないとやっぱり下がりにくいのかなと、そんな気はしております。あとご質問いただいております。1年間で確実に利益を伸ばすことができました、ところが昨日の、日銀政策金利の、会合の件で年間利益を吐き出してマイナスになってしまったと、一気に叩きのめされてしまい悔しくてたまりませんと、一つ疑問が浮かびましたということで、経済指標の情報をいち早くキャッチすることが重要かと思いますが、今回の日銀の結果や文言はどこでどのような形でリリースされて、されるのでしょうか。自分なりにニュースをこう、遡ってみたところ、12時1分のクルークが最速で、その1分後に 0.5% のニュースが更新されましたと。これおっしゃる通り、12時1分でロイターもそうで、現状維持と出て、で1分後に、0.5% にその幅を広げるというニュースが出て、で私はこの1分後の12時2分のニュースを 見損なったというか見逃した、再確認をしに行かなかったということで、そこをですねちょっと自分の方で見損ないました。この時間帯というのはクルークのニュースはロイター通信社と同じぐらいのスピードでございますので、まあ、一番早いかなというふうに思います。日銀のホームページに PDF で掲載されていますが、それ以外に例えば各報道機関などにも何かホットラインのような仕組みがあるのでしょうか。これはそのニュースが配信された時に、まあ、一番自分は正確で早いっていうのはやっぱりロイターだと思います。でロイターは個人契約もできるんですけど高いんですねこれで、私どもは毎月こちらの方使用料を払ってロイター通信社のニュースを見て、それで仕事をしておりますが、はい、個人投資家はツイッターや証券会社様の配信するニュースで情報をキャッチする方が多いですが、今回のような場合、例えば日銀のホームページの方が早いなど、情報キャッチの精度を高めるコツなどありましたら、
ご教授いただけませんでしょうか。あの日銀のホームページにこういつ出るかっていうのは私も実はリアルタイムでこう確認をしたことがなくて分かりませんが、あの通信社もですね、あのニュース配信をしている FX ウェーブなども、実際にあのロイター等に出ればもう即座にそこからやっぱり配信をなるべく早く配信するということをやってると思いますんで、リアルタイムではございませんけど非常に早く、他の媒体に比べれば、早いのではなかろうかと、クルークニュースとあと FX ウェーブですね、そのように考えております。なかなかね、あのこの負けは未来に勝つための試練だと思い、感覚を研ぎ澄ましたいと思いますというふうに、非常にあのやる気のあるコメントで締めくくっていただいております。それは悔しいですよね。利益を年間利益を吐き出してマイナスになってしまった、悔しいですけど、やはりあのニュースで発言等の場合やっぱり大きく動く。で今回私も大きく自分であのもうトレードミスしてるので何とも申し上げにくいですけど、やはりですね、これをもう少しあの自分でもそのどうせ日銀動かない、やらないというあの頭がやっぱ思い込みが強かったので、やっぱりそれはすごい反省点ですねと思います。最後に年末になりますが、社長はじめ JFX の皆様、良い年と良いあの良い年越しと新しい年をお迎え、なさいますようということでお祈り申し上げますといただいております。はい、まああのマーケット確かにこれで、この発言が出て、実際にはゾーンと落ちて100、例えば実際のドル円なんかはですね、これ1分足で見ると確実にそのズドーンと一発でその137円台から135円まで落ちたわけではなくて、かなりこう止まりながら落ちてるんですね。なので切ろうと思えば私ももっともっといいところで損切りできたはずなんですね。でそれを切り切れなかったっていうのはやっぱり、いけないし、でまあ自分がこう気がついた時にはもうすでに133円台まで落ちてましたんで、いやーどうしようかなっていうふうに悩んで悩んで、結果的にはなんか非常に悪いところで切ってしまったというふうに思いますね。なので、自分も含めてやっぱりニュースには敏感になりたい、そのように考えております。メールどうもありがとうございました。ぜひ手前どもの FX ウェーブのですねニュース、クルークのニュース、こちらの方もですね常に開けていただいておいて、取引画面を見る際にですね、横にあのウィンドウで開けておいていただければいいかなというふうに思います。ということで、はい、今後ともよろしくどうぞお願い申し上げます。モニュースはこれで終了です。